はい、それではね、こちらスワニーの、セレクトシリーズになります。この記事なんですけども、モリスのね、シリーズの、ラミネート加工をね施した記事になります。まあね、モリスの記事ねすごくね、やっぱりこう人気あるんですね、スワニーでも。で、何がいいかって結構ね、一瞬バーッとこう人気が出る、作品って結構ね流行り去りが多くて、一回こうバーッと人気が出るとね、割とこう翌年になるとね、だん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 こう人気が薄くなったりとかするんですけども、まあ、このシリーズに関しては世界的にもねこう定番になるほどやっぱりねこう安定してこう人気があるんですね。で、それでなんでかっていうと、やっぱりデザイン的にねこう魅力があるからなんじゃないかなと思いますね。で、やっぱり記事でもねすごく評判が良くて、実はねお客様からもそうですし、こうスタッフからもね要望があってね、やっぱりこう柄も大きさも使いやすいし、ぜひねこうラミネート加工、ビニールコーティングとも言うんですけども、ぜひねそんな記事もあったらね嬉しいなということで、販売にねこう結びついたっていうねところがあります。はい。で、厚みもねまあ、ラミネート、薄すぎず厚すぎずね、使いやすい厚みになってますね。で、今回つや消しタイプのラミネート加工を施してありますので、比較的ねいろんなね作品にね使いやすいんじゃないかなと思います。はい。まあね子供と、ごめんなさい、小物とかねバッグも含めてね、あとはねちょっとこうエレガントなねこうテーブルクロスなんかもねいいと思いますし、いろいろなね用途をねモリスらしいね作品作っていただければなと思います。はい、以上になります。